ワイト島、カリスブルック城の旋回砲。褒美の操作用指示化が失われており、狙いがつけられない。旋回砲あるいはスイベルガンは、金星に用いられた弾丸重量版、ボンドクラスの昇降系埋葬砲。搬送軍艦が備える艦砲の一種。アメリカのスクーナー、リンクス城の旋回砲。赤い砲線が挿入されて方向が保護されている。 1> 兵一人が操作可能な前装式砲で大型のハンドキャノンからファルコネット砲球までの昇降警報を指す。構造は上下左右に稼働する旋回砲がお有し、砲王に操作用の指示下を持つ。後継の小ささから補助下砲に止まり、カロネード砲同様、搭載訪問数から来る、等級分けにおける正式な美砲の訪問としては数えられない。初期には、 エスメディール法のような、フランキ方式の5層式小型法も存在した。法身長1メートル、重さ70キログラム、合計半ポンド程度の方が標準とされる。対艦戦闘にも用いられるが射程は短く、破壊力も低いため、切り込み近接戦闘での対人攻撃用として、武道弾やキャニスター弾を用いて、大型三段重的に用いられる場合が多い。 上艦パン原則のブルーアーク上に配置されるのが一般的だが、マストトップの上から狙撃用として活用されることもある。軽量さを生かし、上陸時に関西艇の艇主に据え付けられて、陸戦隊の支援を担う運用も多く、そのまま陸戦用に転用されるケースもある。ありがとうございます。